こんにちは、ナナです。ゴルフのお休み期間を挟んで90切りに向けて再スタートしました。そこで今日はスコアアップのために実践しているパターの練習方法を紹介したいと思います。今回は室内でできるパターの練習機器をご提供いただきました。限られたスペースで20メートルまでの距離を練習することができて、実際に私もゲーム感覚で楽しんでいます。ではご覧ください。これがメートルね。そう、3.64 メートルっていうことだね。フィートもね、合わせることができて、今9フィートくらいね、設定してやってはいるんだけど、当たった衝撃で何メートル距離を打ったかっていうのが表示される機械なんだけど、ほとんど音せんね。静かでしょ。うん、こんなの。マットに数字の記載もあって振り幅を確認することができます。ボール1個でできるね。そう、ちょっとミスしてみます。今右側に打ち出しましたが、まっすぐ打ち出せなかった場合は左右どちらにずれたかを表示してくれます。こちらの商品はパッティスト2という商品でございます。ボールが機械に当たった衝撃で距離と方向を表示してくれるパターの機械なんですけれど、モードが何種類かあるのでやりながら説明したいと思います。まずは一般モード、1.5 メートルから20メートルの距離を測定してくれて、フィートの設定もできます。ここからはゲームモードです。あ、合格。こちらは369ゲーム、369メートルの距離に合わせて3回ずつパッティングの距離を合わせるゲームです。でも家の中で9メートル打つなんて無理だから。そうそうそう、それができるのすごいね。そう、それぞれの距離を打ってゲーム終了。これの意味は3メートルの距離が2回目で合格しましたよ。6メートルの距離は不合格です。9メートルの距離が3球目で合格しましたよっていう数字。最高の得点は111だね。次はセブンアップミッションです。3メートルから9メートルにかけての順序で距離を上げてトライして何回成功したかを見るゲームです。セブンランダムミッションです。これは3から9メートルの距離がランダムに出て、その距離に合わせてパッティングするゲームです。ラインランダムゲームです。見てください、19メートル打ちなさいと指令が出ております。これは2メートルから20メートルまでの距離が9回ランダムで表示されるので、その距離に合わせてパッティングするゲームです。20メートルをオーバーしてしまうとアウトの表示が出ます。何度かチャレンジしましたが結構難しかったです。0点です。上級者の方はチャレンジしてみてください。さて、家で練習した後はグリーン上での実践です。結構練習の手応えがあって、面白いくらい距離感があってとても楽しかったです。この距離が入るのはすごい嬉しいですよね。これも入れちゃいます。私の感覚的に3メートルの距離って振り幅、ボールがここにあったとしたらここまで足の内側まで振り上げるイメージなんだよね。で、6メートルだったら右足の外側まで行かないくらい、これくらい、うん、で9メートルとかだったらもうこの辺、うん、それ以上は未知数。未知数。とりあえず家で練習した感じ、この3メートルの小さい振り、この振りをとりあえず家ではね、ひたすらね、ひたすらやった、うん、まずはショートパットからまっすぐ上げてまっすぐ出す。で、あとはまあ距離感数字で見ながら、どれぐらいずれてるかってね。そうね、右にずれたか左にずれたか、打った瞬間あ、右行ったっていうのがなんとなくね、分かるようになってきた。いい感じに打てたらまあ、まっすぐ行って、あとはまあ距離が数字どう出るか、右左の細かいズレまでね表記してくれるから、そうね、家でやるにはいいかもしれない。じゃあ次6メートルくらい行ってみる。今のは左に打ち出しちゃった感じですかね。この距離はひとまずタッチを合わせて2パットで上がるイメージ。 OK の距離まで寄せられたら最高。この距離が入ったら拍手喝采ですね。ち
ちなみに私の平均パット数は40なんですけれど、36パット以内で上がれたら90ギリできる計算になります。ベストが出る日って面白いくらいパター入りますよね。でもめちゃいい感じやね。方向性は手応えあり、うん、でもなんか打った瞬間さ、弱いって感じたりさ、強いって感じたりできるようになったの昔の自分にはなかったから、はいはいはい、それはちょっと成長かなって自分的には思います。3メートル打とうとしても、今までの私だったらさ、6メートルとか8メートルとかさ、的外れなメートル打つことあったけど、それがね、最近なくなったなってすごい思う。振り幅と、あとはまあ方向性はね、人からラインを聞いたりとか助言をいただきながらではあるけど、手応えは感じつつあるかなって感じ。もう一回6メートルやっていい？ちょっと楽しくなってきた、うん、ちょっと強いけど入ったのでドヤ顔します。パターの練習って地味だけど楽しいですよね。ちょっと弱かった。コースでもこれくらいできれば最高ですね。資生堂のレディースオープンが終わって続々皆さん練習しに来てるわ。桑木翔ちゃん、お疲れ様でした。プレーオフの様子とか、ミノルの笹ヶ瀬のスタッフの方々と一緒に見てました。惜しかったな。惜しかったね。次は距離を伸ばして 9m チャレンジ。3パットは避けたい緊張する距離ですよね。大事故のないパッティングが目標です。あ、ぶつかる。ぶつかないか。距離が長くなるにつれて難しくなるよね、難易度。うん、でも2個はもう合格でしょ。合格？でもこれ OK じゃないでしょ、うん、距離的に。はい、方向性の。難しい距離だよね。嫌な。2メートルやから、2メートル30センチぐらい打つ気持ちで。いやでも調子いいな、うん、あの機械で練習しだしたっていうのもあるし、うん、パターも距離感がええんかもね。ホワイトホットの打感が。あー、うん、パターってそんな変わるんだね。買ってくれるんですか？ナース息子いいんじゃん。ナース息子をいろいろ世話してさ、うん、私のフリーな時間がやってくるのってさ、だいたい21時くらいなんだよ。でそっから自分の編集したりとかね、家事やったりとかするんだけど、もちろんこのパターの練習もするわけですよ。夜な夜な23時になってせっせせっせやってもうるさくないからね、息子は起きないわけですよ。確かに、あのマットとね、そう、あの機械だとね、そう、うるさくないし、よっぽど下手な打ち方せんと。初めの方ゴロゴロ聞こえてたけど。いいショットの時は何も言わないのにさ、ゴロゴロ言った時だけカメラマン反応してくるのね。幅も取らないからさ、世のお父さんたちにはいいかもしれませんよ。ゴルフをしない奥様にとってはゴルフの道具って邪魔でしかないから、さっとしまえる、さっと出せる、で幅も取らない、夜もゴロゴロうるさくない、朗報ですよ。確かに9メートル打つ練習するために9メートルの長さがいらんわけやもんね。そう、うん、それです、画期的だね。そう、20メートルまでできますから、うん、スペースだけで言ったら 2,3 メートルあったらね、そうそうそう、その練習ができるわけやもん、ね、そうそうそう、畳1畳あればできるくらいのスペースだからいいと思います、うん、ということで本日はパッティスト2をご紹介させていただきました。概要欄の方に詳細など貼っておきますので、気になった方、世のお父さんたちはぜひ検討してみてください。私もカメラマンもお家の中でコロコロ愛用しております。これのおかげで次のラウンド動画のパッドめちゃいいもんね。ぜひ皆さん見てください。そちらもお楽しみに。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしております。バイバーイ。
そう、ラウンド痛くなってきた。調子いいな。調子良すぎる。多分今日の夜には梅雨明けるわ。雪降るかもしれない。真冬になるかもしれない。成果が出すぎてる、怖いわ。的外れなパターしてないでしょう。うんうん、まあいろいろ直すポイントはね、指摘はあるのは分かってるけど、大怪我はしないプレー打ち方にはなってると思う。